私立私学部受験は総合型選抜、栄養入試、学校推薦型選抜、推薦入試、一般選抜、一般入試の順番で試験が行われます。普通大学入試の本番入試というと一般選抜、一般入試を指します。ところが私立私学部入試に関して言うと一般選抜が本番入試とも言い切れない面があります。私立私学部受験の現状を見てみましょう。17ある私立私学部で総合型選抜栄養入試を実施しているのは12校です。東京歯科大学や大阪歯科大学などは総合型選抜を実施していませんが、昭和大学歯学部が昨年から総合型選抜を始めました。17歯学部のうち12歯学部が総合型選抜を実施しています。また17ある私立歯学部ではすべての歯学部が学校推薦型選抜、推薦入試を実施しています。例えば東京歯科大学の募集人員は約50名、日本歯科大学生命歯学部の募集人員は約40名、大阪歯科大学の募集人員は約40名など、推薦入試は募集人員も多くなっています。さらに、昨年の合格者数を見ると、募集人員約50名の東京歯科大学は合格者64名、募集人員約40名の日本歯科大学生命歯学部の合格者は75名など、合格者数も多くなっています。昨年の私立歯学部総合型選抜の合格者は173名でした。学校推薦型選抜の合格者は392名で、合計565名が一般選抜の前に歯学部進学を決めています。総合型選抜、学校推薦型選抜はいずれも合格した場合は必ず入学する、選願制ですので、一般選抜の前に565名が歯学部受験を終えています。また東京歯科大学、大阪歯科大学など人気校に合格する受験生は成績上位者ですから、推薦栄養の合格者565名には成績上位者が多く含まれています。私立歯学部一般選抜はこの成績上位者が抜けての戦いになります。結果として私立歯学部受験では一般選抜が本番入試とは言いにくい状況になっています。もう一点忘れてはならないことがあります。それは私立歯学部受験生に浪人生は非常に少ないという点です。現役生しか受けることのできない推薦栄養もありますが、私立歯学部ではほとんど影響を受けないことも大切なポイントです。浪人生の多い医学部入試とは大きく異なります。こういったことから私立歯学部は一般選抜より総合型選抜栄養入試、学校推薦型選抜推薦入試の方が難しいとも言えそうです。私立歯学部入試の特殊性を表しています。私立歯学部入試は特殊な入試です。私立歯学部受験を考えている皆さんは私立歯学部受験をしっかり理解して準備を進めてください。